A は定数ですか、今度は A は定数とする。はい、 A 小なりイコール X、 A 小なりイコール X は字が読めるようになりましたね。はい、小なりイコール A プラス2における2における関数 FX イコール X 乗マイナス 2X プラス2について、うん、はい、最大値を求めよ。最大は、さっきと同じですね。括弧に最小値を求めよ。それだけでよろしいんでしょうか。まだ楽ですね。はい、この問題でございます。でさっきとの違いは何かってございますが、でさっきと違うのは、まずこの問題が違うといえば問題が違いますけど、終点だけが移動してたのが、これ両 A と A たす2といって帯のように動いていくんですね。だからまあイメージとしてはこうですな。例えば A と A たす2という幅を持って、こう範囲がこう移動していくんですね。まあちょっとこれは図が入らなかったんで下手なんですけど、すいません、もう一度行きましょう。こまごまとかしたら変えたのはケチなことやつ。なんかこうなったりこうなったり、まあ幅は2だってことですな。こうなったりこうなったりとかなるわけですね。でこうやってずっと蛇腹のようにこう動い、蛇腹というか伸びたり縮んだりで、さっきのは伸びたり縮んだりですな。スタートが一緒で伸び縮みが、今度はスタートと終点の幅は一緒だけどこう動いてると。でその時の最大最小はだから、こうなれば最大最小だと、こうなっても最大最小だと、でこうなるとこっちが最大で最小だと、でこうなれば最大最小だというふうになってくるんで、じゃあこれも場合分けをしましょうということなんですね。だから今日のテーマは場合分けでございますね。ただ二次関数なので、いつものパターンで、これ y イコールしましょうか。グラフをまず、書くことがどんな時もポイントでございます。でまず半分にして1だからプラス1と、これがグラフできます。でグラフは一応アバウトなものを作っちゃいます。x が、すみません、こっちが見えないですな、皆さんね。1で、1で、1で、y 切片2で、あとはグラフはこんな感じだ。で、ここで間違ったもダメですね。もう、後でどんなに計算しても、ここでしくじると、すべてが脱線します。だから、まずここが大切ですね。で、多分2点とか3点取れます、これで。10点あれば2点か3点ぐらいくれるでしょう。でその次に、じゃあこれをさっきの考え方ですると、どうなるだろうって考えるんですが、ってなった時に、まあそのもう僕は5つ書いてる時点でもうダメなんですよ。覚えてるってことだから頭使ってないんですよ。でも5つもあるんですよね、これ。でちょっと絵心がありません。もう大体これ高さが合ってませんからね、ダメですね。だけど一応こうなるだろう。人間って都合の一番激しい時を考えるんです。こうなる時とこうなる時って分かりやすくあるかね。ほら最大ここじゃないですか、最小ここじゃないですか、最大ここじゃないですか、最小ここじゃないですか。これ一番分かりやすいでしょ。でここが A でここが A たす2じゃないですか。でこっち側が A でこっちが A たす2じゃないですか。でその区分は何か、ここなんですか。これはもう1って固定してるから1でしょ。したらこれ1でしょ。したらこうなるんでしょ、こうなるんでしょ。そしたらこれって解けば A がマイナス 1A 小なりマイナス1の時ですよ。でこれは1小なり A の時ですよ。こういうふうになります。で、ずるい方法はこうでございます。実は数直線 A の数直線を書きます。 A の数直線、そしたら、まあ、まずマイナス1より小さい時が今、攻略されました。で1より大きい時も攻略されましたですよね。ということはあとマイナス1から1の間をなんとかすればいいんですね。そうでしょ。もうマイナス1より小さい時は最大値は、最大値ですね。最大値はちょっとここにこれが入っちゃったな、まあいいや。最大値は M イコールFA、 最小値は F
A たす2と言います。A たす2を入れたときが最小値になります。ですね。これ分かります？これちょっと難しいですけど、最大値、ラージ M が最大値、最小値がスモール M ですけど、最大値は A を入れたときが最大ですよ。で、最初は A たす2を入れたときが最小ですよ。分かります？分かります？数字入ってないけどね、このこういうなわけね。で、こっちをもうずうずうしいからやっちゃうとさ、最大値は今度はこれ A たす2の時なんですね。で、最小値は FA とこうなります。よろしいですか？最小値は A の時でしょ。で、これ最大は A たす2でしょ。で、こういうふうになるんです。さて問題ですけど、これずるいやり方なんですけど、マイナス1と1の間に真ん中の数字って0じゃないですか。ゼロじゃないですか。で、今から行くのはね、こうなんですよ。こういう時とこういう時と、多分この等しい時があるわけでございますね。二次関数対象だから。となったらさ、この時って多分この真ん中ゼロだろうってなるわけですね。大体いいですか。これはもうずるいんですよ。数学的じゃないんですよ。図形的ですよ、これ。でも絵心からしてそうだろうと。だからこれは A はゼロの時だろうと。で、最大値はこことここで、最小値はここだ。で、ここが A で、ここが A たす2だと目算つけます。だけど、実際ちゃんと計算をしてみましょう。計算するとどうやってやるかというとね、ここが A でしょ、ここが A たす2でしょ。したらさ、ここを足して2で割ったらここだよね。ここだよね。対称だから。真ん中だから。ということは、ここは A たす1になるはずなんだな。A たす1になるはずなんだよな。そうなんだよな。そしたらさ、 A0 入れてみたら012だろ。012だろ。 A0 だから。そしたらちょっと待ってる。ちょうどここ1でしょ。ちょうどここ1だから012の時はちょうどこの時なわけさ。対象になってるわけ。だからこれちょっとずるだけど、これマイナス1と1さえ一番、これは大の分かっとるんだよ。マイナス1と1って、したらその真ん中0だ。だから0だろうと思って、これ A が0の時だ。したらちょうどここは A と A たす2で、真ん中 A たす1だと。で、0入れてみたら012だから、ああ本物と合ってるよなというふうに考える。で、 A が0の時、 A が0の時はどうなるかというと、最大値は FA の時と FA たす2の時。まあ、もちろん A に0入れてもいいんですよ。で、最小値は F、A たす1の時。まあもちろん F0、A、A、まあ A、A、F、A たす1。まあこれでいいです。結構です。これでまずいってみましょう。これいいですね。ここが最大で、ここが最小ですね。そうなってくると、ここが最大、ここが最小になります。次はこれが A。A たす2で、これは絶対固定で1なんですね。で、これ A で1で、軸は1で固定になってますな。こうなってますな。はい。そしたらあとはどうなるかなんですが、これマイナス1から0の間ですわな、この間って。で、ここはマイナス1より小さい0だから、ここはマイナス1以上0より小さいって埋めていきます。で、ここいいね、イコールつけたらこっちイコールつけたらダメなんだよな。こっちイコールつけたらこっちイコールつけてもいいんだけど、こうね。で、こっちはイコールつけられない。なぜか A イコール0があるから、0があるから。そしてこっちの上はさ、もうそうなったら0より、あ、これ以上、イコールはつけられない。そしてこれは1はイコールはつけてもいい、こうなります。そうすると全部が埋まりましたね。全部が埋まりました。 A が全ての、だから A がどんな数字の時でも OK ですね。いいですか。分かってる？説明しますよ。後ろね。そっち、セナム大丈夫？で、こうなってきて、あとどういうふうに整理していくかでございますが、最大値はこれは FA でございます。で、最小値は F1 ですね。これ F1 ですね。最小値は。で、こっちはどうなるか。最小値は F1 です。で、最大値は FA たす2です。で、これは答え上がりなんですが、まあこれも実は僕 A たす1で書きましたが、これ F1 ですよね。F1
みません、ちょっと待ってください。もう頂点は絶対1ってことを固定してますから、これはもう1なんで、F1 になりますね。よろしいですか。で、これで、必ず書いてください。この時の時 A イコール0、まあ、の時で、これの時で、これはすいませんの時と、で、これを全部書けば OK です。で、FA たす2っていうのは何かっていうと、一応これ、ちょっとこれ分かんない人いますから言いますよ。今、FA たす2って言ったら、ちょっとここに書いておきますが、A たす2の2乗マイナス 2A たす2プラス2を展開してまとめればいいです。いいですね。F4 だったら4を入れればいい。F3 なら3を入れればいい。FA たす2なら A たす2を入れてガリガリ計算すればいいです。で、これをきれいにまとめたのを、まあ、どっか書いておけば OK です。よろしいですか。疑問ってありますか。わかんない。あ、ごめん、わかった。どこがわかんない。言って。あ、答えがまだどうかってことね。で、一応まずこれでまとめてください。で、実はさっきの問題があります。問題はこれですよね。これでまとめないといけないんですけど、ここまででも僕は問題ないと思う。なぜかと最大最小求めてください。どんな時の A のどんな時も出てるけど、この1番の答え2番の答えにまとめる作業がまだできてないってことを言いたいんですね。そうですね。だからそれは後でしますから、まずここまで書いてください。いいですね。ちょっと消しますから。はい。じゃあこの括弧1と括弧2の答えは何ですかということで、それに答えていくんですが、よってと書くわけです。まあよって括弧1、最大はだけど、これ最大見ていきましょう。最大見ていくと、最大はなんとここが同じでございます。ここが同じでございまして、こうなっております。だからこれをドッキングしていきます。ドッキングしてよって M 最大値は FA だから A 次乗マイナス 2A プラス2で、これは0マイナス1より小さい、マイナス1から0だから0 A 小なり0の時とこうなる。それか、まあここ A が0の時ですが、 A が0の時は FA と FA たす2すなわち F0 になるから、 F2 でもいいんですけど F0 だから答えは2と、 A が0の時と。で、次にあと残ったのはこれですね。0から11より大きいってことは0より大きい、この時、この時の最大値は FA たす2で、 FA たす 2A の2乗、うん、プラス2と、これは多分これ計算したらなります。で、次これで、最大値はできました。じゃあ次括弧に最小値です。けど最小値どうなるかというと、また同じ意味です。そしたらなんとここが全部統一されています。あとここはこうです。そしたらこれ3つ、これも3つは書いてまして、最小値 M は、FA たす2と、で FA たす2はさっき言った A 二乗 2A たす2っていうのが分かっております。で、これは A がマイナス1より小さい時と。で、あと次ですね、 F、 ここは全部一緒になりましたね。ここのところが F1 になってます。1でしょ、 F1 は1でしょ、頂点、うん、F1 は1ですね。で、この時はこことこことこをドッキングします。だからマイナス1から1ですね。マイナス1、これ以上イコール以降ついてるから、それ尊重します。こうなります。そしてこっち見てください、 FA ですね。1より大きい時ですね。だから1より大きい A の時は最小値は FA と。で、FA というのは A を代入したやつだから A 次乗マイナス 2A プラス2と、こういうふうになります。まあちょっと字はいろいろありますが、こんな感じでまとめていけばいいです。これで分かりました。これでいいんでしょう。言ってますね。いいですか。だからああいうふうに答える答えもあるということです。分かりました。
疑問ってある人います？あ、はい、はい、緑の範囲のところですね。緑の範囲のところはまず最初にこの緑どうするかというと、極端なケースをまず考えましょう。そうすると軸が1は固定なんで、1は固定でしたね。そしたら A たす2が1より小さい時ね、終点が。そしたら A たす2が1より小さいで、これ解いたら A がマイナス1より小さいです。で、こっちは始発が A が1より大きい時ですから、これは確定です。でその時に一度も消しちゃったんですが、こうやって数直線考えましょうって話をしたんですね。A がマイナス1より小さい時と1より大きい時になったから、ちょうどあとこう3つ分ける時にこの真ん中は0の時なんじゃないかと言って A が0の時が来るわけです。いいですね。だからまずこことこことここが確定します。で A が0の時ってなると、こう対称になる時だから、最大値が FAFA たす2、最小値が FA たす1だけど A が今0だから、F1 が最小値で、この頂点のところが最小値で、最大値は、F0 と F2 っていうのがあるんですね。まあ別にこれの表記でも構いません。いいですね。そしてあと残ったところは、じゃあマイナス1から0はっていったらここになるだろうと。そしたらこれは最大値は FA、最小値 F1。 あと残ったのは0から1だから0から1でこっち、こういうふうになります。であと統合をつける場所だけ慎重に考えればいいです。よろしいですか。